リリスさん。見たところ怪我の影響はなさそうだな。なんだ、心配をしてくれているのか。あ、なわけねえだろ。体はもう問題ない。あの時は無様な姿を晒したな。同じ鉄を踏まぬよう私も精進せねばなるまい。あの満月のクリムワルドはまた来るってこと。ああ、遠からずその時は来る。だがそなたたちは私の想定以上に成長してくれた。この調子で一層の精進を期待する。アプリリスさん、なんだか変わった。相変わらず偉そうに勝手なことを言うよね。とりあえず目の前のグリムワルドを切り抜けるわよ。怪人たちよ、黒煙だ。魔を撃て。さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界にてこのアプリリスが忌まわしき夜の始まりを告げ。始めるといたしましょう。Thank you.
クリムゾンライン。そなたたちならやってくれると思っていた。緊張しちゃいました。怖かったけど、なんとかなったわ。そういえば、また監獄に侵入したらしいね。何か収穫はあったの？そういえば、廃墟者さんと毛牛さんに伝えていませんでした。障壁に変化があったのは感じたけど、そんなことが。ねえ、監獄へ侵入した時って囚人たちには会ったりするの？それは監獄なのでそういう機会はあります。ひょっとして誰か会いたい人でもいるんですか？いや、そういうわけじゃないけど、とにかく満月のグリムワールドが普通じゃないのは分かったよ。私は町の外に用事があるわけじゃないけど、満月は手ごわいし、その時に備えて準備する必要はありそうね。時間のようですね。もしかして
あら、いらっしゃい。何が必要なの？ひよ、また来てね。
おお、こりゃ盛況だな。三人ともここにはやっぱ来たことあるのか。まあ任務の一環で警備を手伝ったことはあるぜ。私は家族で何度か見物に来たことあります。私は初めてです。監獄都市にこんな闘技場をロムンが作ったこと自体驚きだな。こうして娯楽の場を作ることでいろんな均衡を保ってるのかもしれねえな。さてと、俺たちの席は、あの辺りのはずだぜ。近くにユーファたちもいるね。アトル、早速行ってみようぜ。本日の目玉です。登場するのは我らが期待の若手闘牛士フェリックス。そして彼が挑むのはバルドゥークで最も獰猛な雄牛バルトロだ。まずは正面から闘牛が入場します。一段とでかい牛だな。あんなの相手にフェリックス兄ちゃん大丈夫か。違えれば大怪我だぜ。お前さんが言うと冗談に聞こえんぜ。だがあれほど観客を引きつけるような華麗な動き、お前さんでもそうそう真似はできないんじゃないか。お、そろそろ終わりに近づいてるんじゃねえか。牛がだいぶ疲れてるみてえだな。アドル、今妙な音が聞こえなかったか。まあやっぱ聞こえたよな。いたはずの牛が再び闘志をみなぎらせている。確か猛牛って呼ばれてるやつだよ。これもショーの一部なの？なんと怪人だ。怪人の猛牛が暴走する闘牛を食い止めて少女を救った。
すげえぞ、よくやった。怪人、見直したぞ。なんで？一体何が起きちゃってんだ。おいおい、マジかよ。ユファさんが、モアゲオさん。そうだな。
おう、またな。
私の出番ね。アドル君、いいわ、特別に教えてあげる。ここまで頑張ったご褒美よ。私の本職は医者じゃなくて盗賊なの。大陸を股にかけて手広くやらせてもらっているわ。
そうだな。またな。いいかな。ああ。いつでもお待ちしてます。頑張ってきてね、アドルちゃん。
進捗はどうだ。ほう。こちらは報酬だ。